どうも、こんばんは、エヌです。今回は東京グルリインボーク、夏休みの特別な、スペシャルガシャが来ています。キャラの詳細見ていきましょう。 SSR の篠原と黒岩とフクロウですね、こちら R リアクションが全部ついてますね。はい、ということで、まずフクロウから、厄災の各自は命を奪う行為は等しく悪だ、レベル5、攻撃力1080、高いな、4ターンの間敵前衛を麻痺流血にする、これは確定ですかね。で、敵単体に自身の残り AP を全て消費して、攻撃力に加え攻撃力 ×0.3 倍 ×残り AP の6連ダメージを与える。で12、最大で12かけれるのか、前のターン攻撃しなければ、スキル使わなければ最大 10×12 になるのね。なるほどね。で、武器耐久値が7。はいはいはい。これ特攻だから今プラス2ってついてんのかな。そうなんだろうか。じゃあ上のやつも特攻だからつくってことに、なっちゃうんでしょうか。ちょっとそこら辺把握しきれてないんですけど。で、黒岩、限界突破の赤き鎧。さあ、新たクイーナレベル5。敵単体の武器耐久値をマイナス5にする。これは、まずマイナス5にするのかな。3ターンの間自身の防御力を2倍にする、敵単体攻撃力 2.4倍の5連ダメージ。 2.4倍、 2.4 倍って今まであったっけ、強くね。で AP は10で武器耐久値が9か、高いな。で、篠原、まずいね、食い尽くされレベル5ということで、3ターン間敵前衛の攻撃力 0.5 倍にする。お、いいじゃん。3ターンの間自身の火力を 50% アップする、敵単体攻撃力 2.6。 いい、めっちゃ強いじゃん。ちょっと待ってよ。3ターンの間敵単、攻撃力を 0.5 倍にしつつ自分のガード力も上げるから、待って、これかなりさ壁になるんじゃないか。ガード率もさ、5倍じゃないわ、 50% 上がって3ターンの敵、マジか。これ強いんじゃないかな。今回ですね、とりあえず石がね、ないんですよ。いつも課金して追加してたんですけど、今月ね、FGO の方に石、金回さなきゃいけなくて、こっちに回してる余裕がないんで、とりあえず10連で最後まで行きたいな。この篠原と黒岩両方欲しいな、これ。しかも、今回のガシャさ、フェス扱いじゃないのにさ、モーション、なんだ、攻撃モーションにエフェクトかかんじゃん。これってどうなんだろう。鳴神有馬も、確かフェスじゃないけどエフェクトはかかるんだよ。ただ誕生日の、誕生日のイグザアニマと誕生日の圧倒カネキにはかかんないっていう、誕生日の方にもねエフェクトかけるようにしてください。お願いします、運営様。はい、ということで、今回10連だけ引いていこうかと思います。もしかしたら後の動画で最後まで引くかもしれない。本当にこの2人のどちらか欲しいっていうか、両方欲しいんだよね。これいいな、駆逐とかでさめっちゃ使えるべ。真ん中にムカデ置いてさ、両方さ固めたらさ、むちゃよくない？壁になるんだぜ。特に篠原、あれ黒岩の方って何だったっけ。黒岩は攻撃力2倍だっけ、ちょっと忘れたんですけど。マジか。お、捜査官、これピックアップどっちか来てくれるんじゃない。まあ、そうは甘くはないんだよね。はい、ということで、今回はスペシャルガシャ、追加された SSR の篠原、黒岩、フクロウを狙っての10連でしたが、引くことができませんでした。これね、5回目まで引くとピックアップのどれかいずれか1つは確定なんで、まあ、15回10連を回せば、そうか、そういうわけじゃない。でも、出るんじゃないかな。でも150連かな、150連を回せば3人揃うんじゃないかな。非常に強いと思うんで、回したい方はぜひ回すべきだと思います。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。